コのバニーです。なんだお騒がしいわね。ガラピコ、バネ外れたのかしら。今日は、これ、お店立体パズル、かわいいおうち、ナチュラルを紹介しようと思ったのに、ガラピコいないんじゃ、私一人じゃないの。どうしましょう。はにょにょ、オール様、バイキンマンだぜ。オール様が一緒に紹介するよ。いや、バイキンマン来てくれたのありがとう。じゃあ今日は、私とバイキンマンでお伝えします。今日も、私が作ってみようよ。穴にはまらなくて大変で、ちょっと折れちゃったところとかもあったけど、なんとか無事にできたわ。あれ、バイキンマンは、バイキンマン、はい、あ、バイキンマン小さくなって登場するっていうことは、そうだぞ、俺様のリポート付きだぜ。へへへ、こんにちは、俺様バイキンマンです。今日はこのダイニングルームをお伝えしたいと思います。まずは冷蔵庫です。こちらの冷蔵庫はしっかり開けることができるようになっています。そして椅子があってテーブルがあります。窓の枠がしっかりついてますね。それからそれからきちんとシンクもありますし、コンロもありますね。下にちゃんとオーブンもついています。上にもしっかり収納がついてます。いいですね。こんな感じでした。ここで皆様におまけです。じゃーん、これは以前俺様がリポートしたキャンドゥのダイニングルームだぞ。ちなみに今のやつはダイソーだ。こんな感じになってるぞ。おっと、ここまでだ。もっと見たいっていうみんなはこの上見てごらん。ここに出てるだろう。ここを押してレビュー動画を見てくれよな。バイキンマン、ありがとう。お安いご用だ。今回のダイソーのダイニングルームはシンプルでちょっと大人って感じね。前にみんなに見せてあげた。キャンドゥの方はピンクとかいろんな色入ってて可愛い感じだったわよね。リスもクマさんだったりとか。そうだな、こっちはシンプルで大人な感じがするな。うん、そうね。みんなも作ってみてね。今日も見てくれてありがとう。残りあと2つあるから楽しみにしててね。じゃあね、バイバイ。バイバイキン。最後まで見てくれてありがとうございます。この可愛いかぼたさんのマークを押してチャンネル登録をお願いします。あ、こっちの動画も面白そうよ。見てねー。